プレイステーションプレイステーション PS1PS1 はソニーコンピュータエンタテインメントが2000年7月7日に発売した家庭用ゲーム機。プレイステーションの小型版で型版は SCP-H-100。プレイステーションの最終型版をベースに電源を外付けの AC アダプタとすることなどにより体積比で従来機の約1、3に小型化した。デザインは 従来機と同様、後藤定優による、2001年にグッドデザイン賞を受賞。従来よりも親しみやすくなったデザインと、筐体のダウンサイジングによる手軽さが売りであった。同年3月4日に、プレイステーション2が発売され、同機種でも PS のソフトが動作することや、ソフトウェア市場の世代交代が順調に進んだことから、PS1 の販売台数はそれほど多いものでは、なかった。 現在は日本国内での製造、販売は終了している。また、外出先で当時としては高画質な PS のゲームが遊べるという大きな期待を抱かせたポータブルの LCD モニターだが、実際には電源の問題があり、手軽さはさほどのものではなかった。なお、PS2 でも大赤比で約1、4に小型化したモデルが発売されている。こちらは、 PS1 のように特別な故障は与えられていないが、そのパッケージの右下隅には、PS1 を意識したと思われる2の文字が入っている。本体と同時に、ファイナルファンタジー9が発売された。メイン基盤 PS1 に、別売の液晶モニターを接続した様子サイドパーティより、非純正の液晶モニターも発売していた、発表当時、ス社長だった、くたらげ健は、PC で言うなら、 ノートパソコン。気軽に持ち運びができるから、枕元やテーブル、外出、旅行先などでぜひ楽しんでほしい。と反則をアピールした。蒸気のほか、シリアル通信ケーブル以外のプレイステーション用、周辺機器も使用可能。本体付属のコントローラは、プレイステーションのものとは、配色やコネクタの形状が異なっている。現社名は、ソニーインタラクティブエンターテインメント。 ありがとうございます。